シャッサー中です。今回はこちらの反抗者を使ってやっていきたいと思います。国民突撃銃の反抗者ですね。さーて、ハードポイント久々だな。やるか。どんなんだったっけこのルールとか言ってね。それはないけれども、さてさて、おーおー、マジか。どうしようかね。とりあえずこの銃ね、意外と強いですよ。追加される武器の中でもなかなかいい感じ。おお、やっぱね、この高レート高火力、まあ低レート武器よりやっぱ高レートの武器の方が強いんでね、コールオブデューティーは。やっぱね、結構打ち勝てるし、あとブレがねそんなないんですよね、思いのほか。うわ、マジか。味方さん全く見てなかったか、あっちゃん方面は。意外とあれだよね。あ、これきついな。やっぱこの回復速度速くなってほしいね、早く。やっぱああいう時にこう回復して突撃っていう感じができないから難しいね。まだそれさえ来たらね、やっぱだいぶ良くなると思うんだけどね。3発ぐらいのダメージを負ったらもうずっと伏せてないといけないから、そこら辺なんか早よアップデって感じですけども、今回でもアップデがポンポンってきてびっくりしたな。ほんと突然出してくるからな、なかなかびっくりしますよ、投稿者としては。特にオッケーオッケーオッケー。これ人いんの？厳しいか。久々のハードポイントだからちょっと立ち回りどんな感じだったっけ、忘れちゃったな。よいしょ、どうしようどうしよう。これいっぱいいろいろ考えても敵どこにいるんだろうって感じだね。でも AR っていう感じがなんか微妙にするようでしないような、なんかちょっと SMG チックだからさ、見た目が。だからなんかこうそんな感じだよね、大きい PPSH みたいな全員やられてんのか、ここの人に。え、また来てんの、びっくりした。あぶね、ギリギリ。あー、ダメかー。よいしょ。まあ出てきたタイミングとなんか経験値2倍が被ってるから今回は結構いいよね、タイミングが。危な、ほらこういうの勝てちゃうからこれは強いよね、やっぱり。おお、来てるっぽいんだがな。 OKOKOK 来るか、ここ。いいね、やっぱ強いねこれ。構える速度がそこまで速くないんだけど、構えてたら本当になかなか強いですよこれ。ラピファの相性がねいいかもしんない。まだねあれまでは出てないんだけど、あー、これ来るかな、来ないか。来なければ来ないでいいんだ、それはそれで OK。 あー、こっちかな。なんか際どいね、場所が。オッケー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 。みんないろいろ使ってくれるから、あといろいろ弾も心配ないっていうのがいいよね。危ない、こわ。味方はこっち来てるって、敵はどこなんだい一体敵はどこなんだい。でも今ここで使うのもなんかあれだしな。いや、いいね、素晴らしい空手ダーソー。てかちょっと負けてるっていうね。あ、マジか、なんかやられてるし。どうしようかな、ここで焼夷弾やっても真ん中だから別に今はいいか。空手でちょっとコツコツやりましょう。よしよし、マジ空手行ってくれるよね、そっちは。おーい、おい
マジか。いやでも本当にね、自分がやっぱ言った通りのアップデートが来てくれるのは嬉しいですね。アップデートの、まあアップデートが来てくれてるというか、アップデートするよっていう予告なのかまだわかんないけど、本当にいろいろなんかあれが出すぎて、アップデートが来たのか、アップデートする予定なのか、ようわからんですからね。よし。大丈夫、敵が、やられてる？左行ったな、右、偵察機、味方さん、これはあれかな、燃やした方がいいか。燃やすぞ。イエーイ。燃える、燃える、めっちゃ燃える。そして来る、そして来る。ちょっと待って、やべやべやべ、調子こいてたら死んじゃう。燃えるね、まだ燃えんの、うわやば、ここ結構しぶとかったな。燃やしたのにあんだけ生き残ってるとは思わなかった。いい、強いなあ。あの場所強いなあ。 OK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 。 はっ、いやー降りてきちゃった。まあでも今のところこの武器はね、僕はポイントでアンロックしたんですけれども、なかなかポイントでアンロックしたステンのあれと比べたらまだいいですね。ステン機関短銃よりに比べたら全然こっちの方が強いですね。よかったよかった、本当に。弱からなんか単発のやつもあったけど、冬の包囲戦だっけ、あれは本当になんか全部が空気だったけど、今回のはちょっとワンチャン、ちょっと皆さん考えてもいいかもしんないね。これはやっぱ AR の中でこれだけ火力があるのは珍しいから、そこら辺ちょっとね候補に入れてもいいかもしんない。あーくそ、相変わらずショットガンはねなかなか強いね。で今回なんか総豆腐ショットガンも強化されるとか言って聞いて、あ、もうあれか、強化されてんのか総豆腐は。まあ、総豆腐だからって使ってる人見ないけど。そりゃ使わんだろあんなのって思うけどな。ショットガンのなんか強みである、なんだろう、連キルってものができないショットガンに価値はあるのかって話ですよ。どういうこと、とりあえず、うわーこっち結構、うわーちょっと待って、もうやべ、あー怖、ほらーショットガンが来る、あれには勝てないよ。ちょっと待って待って待って、やばみだよ自分ら。ここら辺から逆転していこうぜ、ちょっと私たちならやれる。いっていってー、マジかー、敵やるなー、敵そんな、ちょっと待って、そんなにみんながみんな入ってるわけじゃないぞ、敵も一部の人がすんごく粘り強く入ってる。やば、あーどうすれば勝てるんじゃこれは。私は何をすればいいんじゃ。前線上げとく、前線上げててもいいかな。いやーちょっとつら、でもこのゲーム課金しなくていいのいいね。課金しなくても新武器が手に入るシステムがあるから、まだ僕課金してないはずだからな、このゲームに。うん、特になんか課金するタイミングもないなと思って、いつやろうかと思ってたら課金することなく普通に新武器もゲットできるし、いいゲームですよね。てか味方誰もこっち来ないってね。やばいでしょ、それはちょっとやばいですよ。もうそろそろ危機感をちょっと感じてほしい。ぶっちゃけもうちょい、もうちょっとやばいぞ。やばいって。まあこういうこともあるか、人生流れるままにですね。
今のところレアドロップで思ったんだけど、このなんだろう、新しいやつって出るのかな。それが出たらいいんだけどね。よいしょ、やっと来たんだが、ははは。まあさすがにちょっと後ろもちょっと厳しいね。うん、まあまあまあ、でもこれはね、でも強いっちゃ強いから、もうそれさえ皆さんに分かっていただけたらいいんじゃないかなって今回思いますね。いやでもほんと強いわこれ、ほんとこれは強い、間違いがないわ。多分 AR の中で一番使いやすいっていうのもあるからな、強さの中に。それがやっぱいいよね。火力がいくらあっても使いづらい武器ってあんまり使用頻度上がらないんだけど、この武器みたいに使いやすいっていう、そういう部類になってくるとまたみんなのね使用頻度上がると思うんでね、あんワンチャンロック対象にしてもいいと思うんだけどね。普通に課金で引いてもいいんだけど。おお、そろそろあれかな、終焉の時かな。本当にもうなかなか、ちょっと最後の抵抗でも見せるかという感じでね、今回やってまいりましたけれども、なかなか強いなこれ、なかなか強い。敵さんの3人が1分超えか、なかなか、そんなんだろうね。わかんないけど、まあというわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ぜひ皆さん強いので使ってみてください。これはラピファが出たらまた強くなるのでね、ラピファまではすぐ行くので、この2倍期間中にゲットして、ポイントでゲットして、でそれでチャキチャキレベル上げてみてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。